プロジェクトの作業を定義する。プロジェクトスコープマネジメント。おはようございます。マサルです。今回はプロジェクトスコープマネジメントについて一緒に勉強していきましょう。早速、今回の問題に挑戦してください。IT パスポート平成31年春問い42。プロジェクト管理におけるプロジェクトスコープの説明として適切なものはどれか。あ、プロジェクトチームの役割や責任。い、プロジェクトで実行すべき作業。う、プロジェクトで実施する各作業の開始予定日と終了予定日。え、プロジェクトを実施するために必要な費用。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はい、プロジェクトで実施すべき作業。こちらがプロジェクトスコープの説明です。それではプロジェクトスコープマネジメントについて一緒に勉強していきましょう。プロジェクトスコープマネジメントについてお話をする前に、ピンボックについて復習しましょう。ピンボックとはプロジェクトマネジメントのノウハウをまとめた書籍です。現在プロジェクトマネジメントを行うための世界標準として利用されています。ピンボックではプロジェクトマネジメントにおいての知識を10の知識エリアに分類しています。今回勉強するプロジェクトスコープマネジメントは10の知識エリアの一つに該当します。それでは具体的にプロジェクトスコープマネジメントについて勉強していきましょう。プロジェクトスコープマネジメントはプロジェクトのスコープを定義します。スコープとはプロジェクトでやるべき作業範囲や成果物のことを言います。プロジェクトスコープマネジメントではプロジェクトスコープ記述書というものにスコープの内容をまとめます。スコープを決めておくことでプロジェクトのゴールを明確にすることができます。それでは問題を見直しましょう。プロジェクト管理におけるプロジェクトスコープの説明として適切なものはどれか。正解はい、プロジェクトで実施すべき作業です。それではもう一問、別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和5年、問い54。システム開発のプロジェクトマネジメントに関する記述 A から D のうち、スコープのマネジメントの失敗事例だけを全て挙げたものはどれか。 A、 開発に必要な人件費を過小に見積もったので予算を超過した。 B、 開発の作業に必要な期間を短く設定したので予定期間で開発を完了させることができなかった。 C、 作成する機能の範囲をあらかじめ決めずにプロジェクトを開始したので開発期間を超過した。 D、 プロジェクトで実施すべき作業がいくつか計画から欠落していたのでシステムを完成できなかった。スコープのマネジメントの失敗事例だけを全て挙げたものはどれでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 C と D がスコープのマネジメントの失敗事例です。この問題少し難しかったですよね。他の選択肢がどんなマネジメントの失敗事例なのかを確認しておきましょう。あの選択肢は予算が超過したという失敗事例なのでコストマネジメントの失敗事例です。コストマネジメントはプロジェクトにかかるコストが超過しないようにする役割です。人員や資源を調達する費用を見積もったりプロジェクト変更などの場合に予算の見直しを行います。次の選択肢は予定期間で開発を完了させることができなかったとあるのでスケジュールマネジメントの失敗事例です。スケジュールマネジメントはプロジェクトのスケジュール、納期を守る役割です。納期を守るためにプロジェクトマネージャーがプロジェクト全体の作業進捗管理をすることが大切です。なおピンボック第6版から名称がタイムマネジメントからスケジュールマネジメントに変更されています。次の C は作成する機能の範囲をあらかじめ決めずにプロジェクトを開始した。そして D は実施すべき作業がいくつか計画から欠落していたとあるのでいずれもスコープマネジメントの失敗事例です。プロジェクトスコープマネジメントは先ほど説明した通りです。プロジェクトでやるべき作業範囲や成果物をスコープとして定義する役割です。それでは問題を見直しましょう。システム開発のプロジェクトマネジメントに関する記述 A から D のうちスコープのマネジメントの失敗事例だけを全て挙げたものはどれか。正解は C と D です。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。
今回はスコープを明確にするテクニックという話をしたいと思います。今回勉強してみて、プロジェクト、スコープマネジメントはとても大切な分野であることが分かったと思います。プロジェクトによっては当初の予定より顧客の要求が増えていき、スコープがどんどん広がってしまうということが起こり得ます。そこでスコープマネジメントの出番ですが、プロジェクトの種類は様々あり、確立したスコープマネジメントの手法というものはありません。では実際現場ではどのようにしてスコープを決めているのか、インターネットにあった記事の内容を共有したいと思います。記事の内容によると、スコープが大きくなりすぎないように事前対策と事後対策を行っているということでした。事前対策の一つとしては、やらないことを含めてスコープを明示するというものがありました。やることだけをスコープにすると顧客との間に認識違いが生まれてトラブルになってしまうことがあります。そこでやることと一緒にやらないこともスコープとして明示して顧客に伝えておきます。これが事前対策です。その後スコープを明示してプロジェクトが進んでいきます。そのままスコープが変わらなければ良いのですが、現実問題、途中でやはり変更したいという要望が出てきます。事前対策でスコープをしっかり決めたので、それ以降の新たな要求は全て断ります。そのような姿勢では顧客との良好な信頼関係を作ることができなくなってしまいます。そこで一度スコープを決めていたとしても、本格的な作業が始まる前に要求追加を受け入れる期間をあらかじめ作っておきます。あらかじめ要求追加を受け入れる姿勢を見せておくことで、顧客との良好な信頼関係を作ることができます。単純にスコープを決めるといっても、いろんなテクニックや工夫が必要ということですね。このように実際の現場の話を聞くというのはとても現実味があって面白いですよね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成31年春問42、プロジェクト管理におけるプロジェクトスコープの説明として適切なものはどれか。正解は E、 プロジェクトで実施すべき作業です。次の問題、 IT パスポート令和5年問54、システム開発のプロジェクトマネジメントに関する記述、 A から D のうちスコープのマネジメントの失敗事例だけを全て挙げたものはどれか。 A、 開発に必要な人件費を過小に見積もったので予算を超過した。 B、 開発の作業に必要な期間を短く設定したので予定期間で開発を完了させることができなかった。 C、作成する機能の範囲をあらかじめ決めずにプロジェクトを開始したので開発期間を超過した。 D、 プロジェクトで実施すべき作業がいくつか計画から欠落していたのでシステムを完成できなかった。スコープのマネジメントの失敗事例は C と D です。それ以外の間違い選択肢もどのマネジメントの失敗事例なのか分かるようにしておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。